今は経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の暗号室投資教室を始めていと思います草原 <laughs> 新聞公読視聴規約ここでねこの動画を一旦止めていただきましてここに記載されている第1条から第7条の文言を 一語一句ね読み飛ばすことなくお読みくださいどこか一箇所でも承諾できないという方がありましたらこの動画の続きを見ることができませんすべての文言に承諾した人のみこの動画の続きを読む見ることができますそれでは行ってみましょう LINE に登録してくださいねそして何か動画のコメントをお寄せください では元年8月24日土曜日暗号資産室中野研究会えー今日はね土曜日ですねお仕事もう休みの人が多かったと思います昨日の金曜日の夜はねジャクソンホールって言って夏の風物詩ジャクソンホールって毎年やってるわみたいな感じでねまあ8月はあまりね夏狩り相場で動かない ドル円とかね、まあ、相場動かないですね、ほとんどね。まあ、それはなぜかっていうと、世界のヘッジファンドが、えー、夏休みでね、バカンスを取ってですね、えー、南の島に家族で行っちゃってるっていうのと、まあ、あとは、あのこれ、ジャクソンホールがあるからね、ジャクソンホールで、えー、ジャクソンホールっていうホールでね、あの世界中の、 中央銀行制度ね、フリーメイソンとかが集まってですね、今後の世界金融をどうしていくかということを話し合ったりね、あとはまあ最後に、アメリカ・ニューヨーク連銀、アメリカ中央銀行の総裁である、今だったら、今ね、その人があの発言するからね、夜11時からね、11時から12時にね、 でそれが終わるまでは、まあ、8月はもう動かないという気、決めてるのがね、大、え、体、ーいいあのー、世界のヘッジファンドの約束ですから、だから、あのー、動かないんですよね。<laughs> なので、逆に、えっ、ー、と、ジャクソンホールが終わると動くんですよね。だから、昨日もですね、えーまあジャクソンホールの前にですね、夜の9時か、夜の21時に、 中国がね、アメリカの報復関税を決定して発表しましたけど、9時ちょうどにね、そして30ピプス落ちしましたけどね、ドル円ね、それで出ばなくじかれた面がありましたけれども、えー、そこからね、また、あの、ずんずんって100ピプスぐらい落ちましたね、昨日はね。はい。で、中野研究会もですね、まあ、あの、安全な形で、十、えー、10ピプスぐらい、ね <laughs> <laughs> IFO で10ピップ、本当は50ピップス取れ,取れたんですけどね、50ピップスね、取れたんですけれども、まあ、トレーニングストップに引っかかってしまって、えー、わずか10ピップスだけね、まあ、10ピップスだけ、まあ、かけてればね、まあ、100万通貨かけてれば10万円だし、えー、10万通貨かけてれば1万円儲かったということですけどもね、はい、あのー、まあ、でもプラスで終わるっていうのはすごいことですからね、ああいう荒れ相場でね。 ま本当は50ピップス取れてたんですけどね。中野研究会全員がね。まあそれが10ピップスで終わってしまったのはトレーディングストップの、あまあトレーディングストップっていうのはねいい、いい面と悪い面両方ありますからね。なんとも言えないんですけど、まあこれからはね、トレーディングストップ使わないでやっていこうと思ってます。トレーディングストップをね、使わない方が、えー、資産が増えることが計算上わかりましたんでね。 はい。それで今日はね、何をやるかというとね、上昇 FX の成功方程式、正杯をですね、えー、今日はお見せしたいと思います。まあこれ1年、1年半ぐらい前に一回やってんだよね。あのホワイトボードでね、私がスーツ着てネクタイしてまでね、真面目にや YouTube やってる時に、えー、ホワイトボードでやってるんですけど、えー、ホワイトボードだったんでね、多分見にくかったと思います。ほんで、まあ最近は特に、 えー、バージョンアップしましたんでね、今日はね、特にやってみようと思います。えー、で、黄金、FX の黄金の製範囲、黄金の法則なんですけど、まあ、前回お話しした通り、えー、このピラミッドですね、えー、バルサラの破産確率表を用いた期待値ですね、えー、期待値通りに FX をやればいいということですね。だから勝率と、 え、損益率とですね、あと、1回当たりの損失供養率。これ3つがあって、えー、これをですね、バランスよく配置しなくちゃいけないんですね。で、前回の動画では私は勝率さえ上がれば、損益率と損失供養率は関係ないって言っちゃったんですけど、それは間違いでした。はい。勝率がね、もう、まあ100、100%って世の中ありえないんだけど、まあ 99.、99.9%とかね、例えば万が一ってあるじゃないですか。 1>, 1万回やって1回負けるだけで万が一99.9%とかねあの万が一1万回に1回負けただけでもですねその時に損失協率を設定してないと例えば損切りを設定してないやかったらねそしてハイレバレッ値で損失をあの損切りを設定していなければそれで全部持ってかれて終わっちゃうんだよねあのしかも国内 FX 講座でやってれば、お衣装も発生してあの家屋敷き取られちゃうからね。だから、万が一でもだめなんですよ。99.9%、えー。1万回やって9,999 99回勝ったとしても、1万回に1回負けるっていう確率があると、やっぱり破産するんだよね。それがバルサラの破産確率表なんですよ。で、これ、期待値計算とかやっていかなくちゃいけなくて、 じゃあどうしたらいいのかっていうと、まあ、勝率案っていうのはですね50%でいいんですよで FX っていうのはローソク足がねチャートが上いくか下いくか2分の1なんだから確率は2分の1なんだから目つぶってロングかショート入れいれいあって,って、まあ、チャート見ながらねえー、とロングとかショートとか入れちゃうと騙されちゃうからあの失敗の確率多いんだけど目つぶって えー、エントリーするとね、勝率は50%いきますから。そりゃそうだよね。上行くか下行くかどっちかなんだから。で、FX は、F、ね、上行くか下行くかどっちかなのに、なんでみんな勝てないかっていうと、損益率,損益率と損益比表率を設定してないからなんですよ。だから勝率は、あの、50%でいいことはわかるよね。で、えー、っと、これ、ね、あの、FX トレード奮闘記さんのブログを見ますとですね、 <laughs> バルサロの破産確率が載ってるんですが、えー、とこれ、勝率と、ね、横軸が勝率、縦軸が損益率ですよね。そして、えー、別枠で、えー、損失利用率がこれ1%の場合って載ってますよね。全体の資産に、えー、対する1回の損失の割合が1%にとどめた場合どうですかと。でね、勝率っていうのはね、そんなに高くいかないから、これ、勝率高めようと思ったって。 100%にはならないでしょ。で、で、1万回に1回負けただけで全部持っていかれちゃうからね、FX って。あの、破産するから、そういう意味では勝率だけ高めてもしょうがないし、勝率なんかいいんだよ。50%, 50でもいいし、45%でもいいんですよ。高める必要ないんですよ。で、損益率を高めればいいかっ言ったら、そんなに取れないわけですよ。で、やっぱりさ、<laughs> 損切りは、 ね、損切り1ピプスとか5ピプス設定したらすぐかられちゃうでしょ。何回やったって利益なんか取れないから、絶対逆行するときあるからね。だから損、損,失まあ、損切りはね、大体15ピプスから20ピプスに設定してる人多いと思うんですよ。じゃあピプスに損、損切り20ピプスに設定したら、えー、利益はね、例えば損益率2に設定するんだったら利益40ピプスとないとダメでしょ。1回のエントリーで。 で一発で40ピップス取れる時ってあるって時ことですよね。だからまあ、例えばその1.5にしてね、えー、損切り20ピップス、利益30ピップスで1.5。そして、えー、そ勝率を50%に持っていけば一応0%で億万長者になれるわけですね。そして、えー、まあ、レバレッジは高い方がいいんだけど、 だいセン2%ルールってあるんですよね。1回の損切りでね、全体の 2%, 2を損失すると。例えば、うん、資金が100万円あったら、1回の損切りで2万円と、えー。10万円だったら2000円ということですね。だから50%の1.5。点、え、五、ー、の50%だと、ね。そうすると一応まだ0%なんですよ。まあ、だから1.6ぐらいについてね、 で、勝率を55%、ここら辺に持っていくと。勝率55%、まあこれはね、テクニカルチャート分析とかいろんな方式があるから。そして、えー、損益率一1.6ですね。だから、損り20ピプトに対して利益を、えー、32か。32ピプトに持ってきて、えー、そうするとここですね。えー、ゼロなんでこ。で、大体こ,こういうところとかありえないから、こんな。こんなじゃあ、そ率ね。 損切り20に対して60ピュープいっぺんに取れるときってそんなあんのかってないから、こんなんありえないから、やっぱりこの辺になっちゃうんだよねこの。現実問題この辺しかないわけ。現実問題ね。その勝率もその高められるかる難しいから、らこの辺しかないわけ。この辺しかないんですよ。一、うん、回で取れる。<laughs> やっぱりどうしても戻ったりさ、行ったり戻ったりしながら上がったり下がったりするわけでしょ。 でその時に損切,りを損切りを受けてしまうと、うん、もうしょうがないから、大きく上がるときって、一回大きく下がるから、その時に損切りされちゃうから。その逆に大きく下がるときって、大きく上がって下がるからで。損切りされるから。だから難しいんですよね、FX って。だから、小さなね、振幅,幅を何回も重ねて取っていくということでございますから、まあ、損益率は1.6、勝率は55%を目指して、この、 ま、一個ね、一個左になって、勝率50%の、え、損益率14、15とか14でも大丈夫ですからで。で、2%ルールを適用すると。で、ここら辺しかないんですよ。この狭いね、猫の額ぐらいしかないから。で、この中野研究会っていうのは、ここら辺、現実問題ここら辺ですからね。ここら辺を、その、弓道のね、え、矢で狙っていくと。いうことでございますよ。はい、それですね。 それでちょっと今時間がないのでねちょっと今はね夜の7時なんですけど、ちょっと出かけなくちゃいけないので、えー、急いでるんですけど、そして上昇 FX の聖配なんですが、こういうことですよね。えー、バルサルの破産確率表ってことは、逆に見れば成功法則が出てくるわけでしょ。で1、勝率。2、損益率。これバルサルですよね。 3、えー、損失強率。これあるよね。勝率 B で損益率 J。損失強率 Q ですよね。そうするとどうなるかというと、勝率は高い方がいいよね。だから分母の上ですよね。で、損益率も高い方がいい J。で、損失強率は Q だと。で、じゃあ、高みを目指すのかというと、そうではなくて、勝率はもう50%から55%でもいいよと。そんな。 99.9%、ね、とかあの、万が一でも損益率を、ね、か損切り設定してな、ね、いとか、ハイレバレッジ、損失協率ハイレバレッジでやってれば、おいしお食らって家や敷取られちゃうから、1万回に1回でもね、だから難しいんですよ、だから勝率はそんな高めを読めなくてもいいから、えー、必ず毎回損切りと利益確定を入れると、あと損失協率は2%ルールを守ると。 いうことなので、これは、高みを目指すんじゃなくて、固定すればいいんですよ。固定すれば。毎回、固定すればよくて、高みを目指す必要はないわけ。だから固定値 Z なんですよ。固定値 Z だよね、これね。高みを目指さなくていいからね。で、その他の成功法則としては、4、ポジション取得回数。これ、あの、たくさんやっちゃダメだからね、これ、ポジポジ表になっちゃうから、 いざここだっていうね、テクニカルチャートとかね、ファンダメンタル分析をして、あのポジション、タイミングを測るとで。これ年間20回ぐらいですね。はい、だから、八7月半ばから9月半ばはやらないと。まあ、やったとして、あの、ジャクソンホールぐらいかな、やるとしてだから、えー、毎月やるってもんじゃないんですよね、FX っていうのは。まあ、まあ、して毎日やるってもんじゃないからね。月2回ぐらいがいいとこで、 えと8月はやんないとかね。だから、月2回でも24回ポジション取れるでしょ ?12 ヶ月あるから。で、8月やんなければ22回でしょで、7月と9月は1回ずつやれば20回になるから。から年,間の年間のポジション取得数はまあ20回ぐらいですね、うん。で、1回のポジション取得時間は、 これ取得時間が、あのポジションを持ってる時間が長ければ長くなるほど、途中で何やるか分からないから、北朝鮮がロケット発射すれば下がるし、トランプさんがね、えー、ツイッター発言したり、中国が報復関税発表すればまたドカーンって下がって、狩られるから、だから短ければ短いほどいいです、これは、例えば1分とか2分とかね。はい。で、ポジション取得間隔は長い方がいいよね。 だからポジポジ秒になっちゃうから。で、ポジション取得回数が年間20回であるんだから、月2回ですから、約ね。そしたらポジション取得回数1日2回使っちゃったら、もうその月なくなっちゃうから、これはポジション取得か感覚は1回やったら次2週間後とかね、そんぐらい空けてやるっていうのが必要ですよね。これ億万長者になるための法則ですからね。そして分数で言うと、ポジション取得感覚は長い方がいいよね、絶対にね。 で、ポジション取得回数はあの少ない方がいい。20回ってったけど10回とか、年間5回とかでいいし、例えばさ、10億円、10億円運用してやってるとかね。100億円を、あー証拠金としてやってると。100億円証拠金としてやってて、そして1回ね、10ピップス取れば、それで1億円になるとかね。そうやったらもういいじゃないですか。ね、1年間で 1, 1回やれば。 うん、だからあのポジション取得回数は少ない方がいいよね。できれば1回とかね。まあ、2年に1回とかでもいいしね。で、t、ポジション取得時間も短い方がいいよね。だからこの r×t 分の m が成り立つわけです。<laughs> <laughs> すいません。そしてですね、さっきのポジション取得回数 r についてなんですけど、これね、前回の,前回のページなんですけどね。 ポジション取得回数 R、この分母の方に来てるやつなんだけども、これはですね、ショートポジション、売りポジション取得回数 S と、ロングポジション取得回数 L の,あの和ですよね、まあ、足し算で R が出てくるわけですけども、えっと、これはですね、どっちがいいかというと、ですねこういう式が成り立つんですよ。L 分の S ですね。でなぜかというと、 ショートポジションの方が利益取りやすいですよね。で、ロングポジションは利益取りにくいんです。だから、ロングポジションの取得回数はなるべく少なく。そして、えあのショートポジションの取得回数はなるべく多く。年間20回しかやらないでしょまあ、多くて20回ね。<laughs> やったとして、できれば、えー、っと、20回のうちの15回はショート。まあ、売り、空売りですね。 で、五回がロングぐらいでちょうどいいと思います。100%S でもいいんだよ、ショートでもいいんですよ。で、でなぜかというと、これはですね、あの、上り0日下げ3日って言うんですよ。で、あの、ローソク足でね。コツコツ,コツ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 ドル円が上っていくでしょこれゆっくり、もう、きりあの。何回も、これね、落ちながら、崖を落ちながら、登っていくんですよ。だからね、もう、いてもたってもいられないんだよ、これね。 途中で損、あのー、利益確定しちゃうと、また損な,なっちゃうから、ずっと持ってなくちゃいけなくて、上り100日、例えばさ、100ピプス登るのに100、100日かかるのに対して、100ピプス落ちるのに、あのー、3日しかかかんないんですよね。あのー、はい、世界のエッジファンドがもう、 空売りバッコンバッコン入れるんで、100ピプス下がるのに3日しかかかんないのに、上がるのには100日しか,かかるんですよ。だから、えー、ポジション取得時間にかかってくるわけね。ポジション取得時間はなるべく短ければ短いほどいいでしょ。だから、ショートの方がいいんですよ。で、従って上昇 FX の成功法則、正敗は以下であるということで、あのー、上昇 FX っていう言葉を使ったりね。 正杯っていう言葉を使ってね、まあ、いろんな人が FXYouTube やってますけど、誰もね、あのー、本当のことを言えてないですねで。僕は理系なのでね、こんなの簡単に朝飯前で言えますと。いうことで、えー、L×T 分のですね、M×Z×S と。で、Z は固定値なので、えー、勝率をね、あの追求する必要はありません。うん。だからさ、目つぶってロングかショート出れ,れば、勝率は2分の一なんだから。 うん、チャートを見ながら、ショートとか S、S、あの売りとか買いとかやってるから、騙されて、あの勝率が下がってくるのね。目をつぶっていれば大丈夫。それとか、あ、今、上だ、ロングだと思ったら、ショート入れとかね。そうすると、騙されないんですよ。逆にしとけばね。Z は固定値。で、M、S。まあ、前、前ページとか見てくださいと。はい、ということでね、これで。 終わりです。はい、上昇 fx の成功法則、方程式、正配は以下であると。L×T 分の M×Z×S ということですね。はい、それでね、あの詳しいこと、例えば各パラメータのですね、数値えなんかをもっと具体的に知りたいということがありましたらえ、ぜひぜひね、中野研究会にご加入いただければと思います。 一、えー、月ね、1万800円かかっちゃいますけど、えー、それ以上のですね、リターンが見込まれるかなと思っております。それでは、えー、今日もありがとうございました。失礼いたします。